定期考査のやり直しを出さない生徒にえぐいことを言われる長崎の自称進学校。あなたなんで私の授業受けてるんですか？期末考査の訂正の音、あなた一人だけ出てません。教室から出て行ってもらえますか？嫌です。出て行かせるなら授業料返してください。なんでその生意気な態度は。逆にですけど、先生はなんでこんな課題を出してるんですか？テスト用紙切り貼りして、間違えた漢字10回書きして、ただの脳死した作業じゃないですか。受験の点数上がります？試験だって博文とか受験に出ないですよね。今までみんなやってきたんです。社会に出たらこういう無駄なこともやらないといけないの。あなた絶対将来苦労するわよ。社会に出たらって、先生社会に出たことあります？うちー。